もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。魔鋼の匂いだ。いよいよだね。構造は一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりが近い。行こうぜ。から降りるよ。ここは？お、これはいいな。先行くぜ。やった。思ったより怖かったね。思うからだ。おい、見ろよ。こんなデカブツが出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ。お年目の時間で助かったぜ。静かすぎない？死んだだろ。恐れをなして逃げちまったとかよ。勢いすぎるか。おう、任しとけ。だったこんなもんだ。余裕だ。これで負けたら笑ってやるよ。来ないな。集中砲火だ。覚悟しな。じゃあね。次もこの調子。見て。おお、お出ましか。上にもいる。そっちは俺が引き受けた。ビリビリだ。ここからだ。隙をつく。なんだよ。まだだ。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。俺に行くぜ。どうだ。逃がさねえぞ。感じだったの。あ、もうちょっとにぎやかだったね。ああ、
全部全部大嫌い。おい、しっかりしろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、こんなもん。脱出ポイントは正面口だ。北道戻るぞ。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？すぎたないネズミども、よく来たな。戦意先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスランドです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。1番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。連携しよう。私に任せて。頼られちゃうな。行くよ。行けんだろ。俺が出る。さあ行くよ。当てる。せめてこう。決めてやれ。終わらせてやら。行くよ。気合い入れてけ。集中していく。まだだ。よし、やっちゃおう。よろしくね。俺の見せ場だ。期待してるぜ。やっちめろ。
勝者おう解決を解けとけ終わりここまでこのままじゃ神羅の思うつぼってことだよね。ハイデッカー動画より通達。奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。ブリッジへ連行しろ。繰り返す。悔しい。速やかに侵入者を捕獲し。いや、そうはいくかよ。ああ、公開制裁っていうなら、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。ハイデッカー導火より通達。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返し。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。さっさと運び込め。ハイデッカー導火がお待ちかねだ。積み込み完了。 D8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。囲め。貴様そっちは任せる。待ってました。そっちはどうだ。下がってよ。さあ行くよ。行くよ。わっこっちか。狙い撃ち。こぎついて狙うぜ。おう引き込んでくれ。勇者、あいつらが何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。お、何拾った。カードキーだ。使えるかもしれない。おお、取っとけ取っとけ。リフト、動かせそうか。カードキーがいる。拾い物の出番だな。 M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。M ユニットを廃棄しました。いい気味だ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られてるんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。連携しよう。おう、任しとけ。とどろけ。オーテンクイチやってやる。そうだ、それ仕留めない。どうだ、アリ勝ったぜ。B7 フロア発送開始。了解。 D8 フロアの物資が届かず通信不通。至急確認願う。侵入者だ、捕らえろ。こちら B7 フロア、侵入
者との戦闘状態に突入。落ち着いていけ。頼られちゃうな。邪魔見やがれ。ギフトも操作盤も2つだね。シャア、邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。見つかった？1枚だけ。操作は一度だけか。ギフトは2つなのに。クラウド、決めて。のリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。ビッグボンバーを廃棄しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか？かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。気負いすぎるか。おう、引っ込んどけ。とどろけ、邪魔飛び出ろ。待て、引っ込んで。この野郎。うわあ。まだまだ。気合い入れてけ。沈め。待て、引っ込んで。ケジラ。この。行け。邪魔だ。じゃあね。進むぞ。踏み込んだか。侵入者が来たぞ。刻む。頼む。待ってました。試合中方が覚悟しない。逃がさねえぞ。ちょろいもんだ。見つけた？1枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。これは AI コアのリフトみたい。どうしよっか。どれする？私も同じこと思ってた。
こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンナの計画をボロボロにしようぜ。ビッグボンバーを廃棄しました。ハイデッカーめ、ざまあみろ。さて、どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろ。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。こっちは AI コア。他のも確認して決めるしかないね。これで整備が遅れるよね。こっちは動作速度が上がる AI コア。どれを捨てるか決めた？ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。おい、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。
やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。警備の状況は？ AI コアが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。頼んだぞ。頼られんじゃな。完全注意。まだまだ期待してるぜ。戦闘状態に突入しました。いや、落ち着いていけ。さあ行くよ。おう、任しとけ。しかしまだ調整が。構わん、やる。はっ、エアバスター出撃準備。さあ、いよいよ。エアバスターの前に。なんだと。見下ろしやがって。見て。これって、あのロボットの性能だよね。反応が鈍くなるね。余裕を持って戦える。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断り。あ、行き止まりか。パイプ登れないよね。他を当たろう。何かいる。うわ、危ねえだろ。よし、やっちゃおう。俺の見せ場だ。当てる。ああ、果てまで食らいつけ。邪魔だ。いけんだろ。やってやる。さあ行くよ。畳みかける。このまま行くよ。逃がさねえぜ。逃がさない。これだ。そこ。そこだ。仕上げだ。ここから進めそうだな。露骨な誘導だ。最後に勝ちゃいい。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろん、クラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。どうした？さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。
あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃあやったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ、楽勝だぜ。うん、やってみよう。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1、解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2、解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。終わり。しっかりね。せーの。息を合わせよう。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル3、解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4、解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃあ、神羅め手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな。合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。
見て、プレジデント死んだ。魔法を浴びた者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見ぬふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同結諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと。なんだそれ。ネズミどもには理解できます。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。天命。さあ、ショーの始まりだ。ミッドワル全市民の敵アバランチ。ブータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。許さない。全部大嫌い。あの時は守れなかったな。クラウド、ボサッとしてんなよ。頼りにしてるからよ。クラウド、大丈夫？問題ない。こっちは行けるか。おう、任せろ。気をつけてね。おう、引っ込んどけ。もっと頑張ろう。残さず暗いよ。この、いらっ。わらわら。俺が出る。それでは。できるんだ。落ち着いていけ。頑張るね。おう、任しとけ。集中してけよ。邪魔だ。今がチャンスだ。チャンスは逃さない。戦闘フェーズ第2段階へ行こう。ここからだよ。突き抜け。恐れ。集中砲火だ。覚悟しろ。開始。さあ、まもなく目覚めけ。ほらほらほら。狙うぜ。なんつう威力だ。危なかった。下手に攻め込めないな。
待してるぜ。俺の見せ場だ。あとは本体をやるだけだ。落ち着いていけ。よし、やった。それ、気をつけてね。ここから。だ、まだまだ。繋いでいくと。ここが勝負どこ。俺が決める。当てる。やあ。セーブ。引くよ。まだまだ。ワン。シュッ。エアバスター最終フェーズに移行する。さあ処刑の時間だ。頑張るぞ。あんたが頼りだ、バレット。おうよ、フォローはそっちに任せたぜ。頼りにしてる。待ってました。これで安心。くたばるわけにはいかない。下がっていく。頼んだ。さあ行くよ。もっと頑張ろう。俺の見せ場だ。よし、狙うぜ。今だ。畳みかけるぞ。そっちはどうだ。覚悟はいい。落ち着いていけ。よし、やっちゃおう。この動き出さない。やめ、出番だよ。俺が出る。えっ、まあいい。そっちは任せて。私に任せて。それ、いや、おう、引っ込んどけ。よっしゃ、そっちまで気合い入れてけ。隙をつく。当てる。油断したな。強い。頼みすぎる。さあ、行くよ。おう、任せとけ。ガツンと頼むぜ。チャンスは逃さない。連携しよう。私に任せて。もうすぐ爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード、行くぞ。